見当たらないっすけど、どっか隠れたんすかね。あ、もしかしてもう帰っちゃったとか。デンジよ、俺たちはてめえに感謝してんだぜ。はい。犬みてえに従順だし、犬みてえに安い報酬で働いてくれる。はあ。でも俺は犬は臭くて綺麗だ。俺たちヤクザもよ、もっと強くなって稼ぎてえからよ、てめえみてえに悪魔と契約することにしたんだ。俺たちが望むのは悪魔の力。僕が望むのはデビルハンターの死。デビルハンター君、マジこいつらバカだよ。めっちゃバカ。悪魔の力あげるっつったらさ、自分たちから僕の奴隷になってやがんのな。その力でゾンビになっちゃうんだけどね、僕ゾンビの悪魔だから。デビルハンターは僕ら悪魔殺すから嫌いだから殺しちゃうんだ。みんなそいつバラバラにしてゴミ箱にでも捨てちゃって。出口や。生活がしたいだけなのに、なことも叶えられねえのかよ。落ちた。仕事に行くぜ。落ちた。俺は悪魔と戦ってるうちに死ぬかもしれない。そうしたら落ちただけが心残りだ。腹すかして死ぬかもしれねえし、他のデビルハンターに殺されるかもしれねえ。悪魔には死んだ人の体を乗っ取れるやつもいるらしい。ポチタにそれができるんだったら、俺の体をポチタにあげてんだ。墓入った後だったらヤクザも追ってこれないだろ。そんでこの町を出て、そんで普通の暮らしをして、普通の死に方をしてほしい。俺の夢を叶えてくれよ。
落ちた。俺の体、ちゃんと奪えたか？私は、デンジの夢の話を聞くのが好きだった。これは契約だ。私の心臓をやる。代わりに、デンジの夢を私に見せてくれ。落ちた！デビルハンター嫌い。みんな、そいつ食べちゃって。なんでこいつらは十分恵まれてんのに、もっといい生活を望んだ。俺も同じか。ポチタがいる幸せだけじゃ満足できなくて、もっといい生活を夢に見たんだ。そうか。しまうんだな。じゃあ悪いことじゃねえ、悪いことじゃねえけど、邪魔すんなら死ね。さすがに食い殺しは死ぬだろう。心まで悪魔になっちまったみてえだな。デビルハンターとして雇われてるからに、悪魔はぶっ殺さねえとな。そっか、てめえは全員殺せばよ。借金もバーだぜ。
先を越されたね。生きてるのがいますね。君、変わった匂いがするね。人でも悪魔でもない匂い。これ、君がやったの？抱かす。人だ。悪魔による乗っ取りの可能性は？ないね。乗っ取りは顔見ればわかるもん。私はゾンビの悪魔を殺しに来た公安のデビルハンターなんだ。君の選択肢は二つ。悪魔として私に殺されるか、人として私に飼われるか。飼うならちゃんと餌はあげるよ。餌って、朝飯はどんなの？食パンにバターとジャム塗って、サラダ、コーヒー、あとデザートかな。最高じゃないっすか。